確認はするべきね。こいつはいい。でもまだ足りないな。僕はただ子犬が見たかっただけだよ。子犬が見たかったんだ。ママ。ごめんなさい。僕はただ怒らないで、ママ。怒らないで、ママ。僕はただ、僕はただ。かわいそうに。なんてことだ。
何かないかしら。ジャケットは捨てるしかなかった。血だらけだった。警察に出頭するつもりだが、どうだろう。イカれた70代の女性に攻撃されたから殺すしかなかった。確認はするべきね。彼は絶対に信じないだろう。どうやら前方で交通事故があったようだ。おかしい。今日は何でこんなに騒々しいんだ。運転手さん、何が起きているのかわかるかい？どうして彼らは。ちょっと待ってくれ。とにかくすぐに引き返してくれ。これは。なんだ？どういうことだ？どうなってるか。テロリストの攻撃の真似事だ。みんなも、ちゃんと立ち回り。それだけだ。何なんだ、くそ。何が起きてる？
制圧しろ。気をつけろよ。化け物たちで溢れている。全滅させるまで次のドアは開けないからな。今のは早業だったな。だったなって俺がやったように聞こえるな。これで終わりのようだな。よし、準備しろ。ドアの鍵を開ける。話を聞いてくれ、頼むよ。待て、手助けなくては何もできないだろう。いいか、ホテルの警備システムは壊れている。監視カメラのいくつかは止まっていて、重要な通路のいくつかは封鎖されている。駐車場への通路も同様だ。再起動が必要だ。幸いなことにサーバールームから手動でリセットできる。だが、まず化け物たちの間を通り抜けるしかない。あいつらは仕事仲間だったんだ。クソ、誰が。再起動は難しくないが、時間がかかる。画面上の指示に従えば簡単にできる。だが背後に気をつけろ。そこに誰が、あるいは何がいるかわからないんだ。これしか手はない。半死の化け物に仲間入りするなら話は別だが。これは何？
成功したのか。よし、駐車場のドアの鍵は開けた。システムの大部分はまた動き出した。気がかりなのは駐車場の電源だ。これでいいのよ。